ユシカワは、中華民国の政治家、医師。北京政府の要人。後に、中華民国臨時政府に参加し、犠牲委員長などを務めた。名はだが、字のシカワで知られる。別の字は、長。晩年は六小老人とゴース。1900年、甲州の養成書院で学ぶ。 1902年、日本に留学して、成城学校で学んだ。1904年に帰国し、石膏高等学堂で音楽教員を務める。1907年に再び、日本に留学し、金沢医学専門学校で学ぶ。卒業後は、ドイツのベルリン大学医学院で学んだ。1910年に帰国し、市議局議員に選出された。 その傍ら、石膏病院副院長県内監視なども務めている。1911年12月、吉川は石膏軍政府を代表して各省と督代表会議に出席した。さらに南京で開催された各省代表者会議で臨時議長に衰退されている。 1912年10月、国立北京医学専門学校の設立準備に携わり、創設後は校長に任じられた。1915年、中華民国医薬学会が発足するとともに、その会長となった。1920年、欧州に視察に赴いている。1922年7月、北京政府で処理教育部次長に任じられる。 9月から11月まで処理教育総長も務めた。1923年9月、関東大震災が発生すると、中国くれない十字会と共に、日本へ赴き、家境の救済に従事した。1926年10月、処理内務総長となる。翌年12月には、財政総長となった。 北京政府崩壊後の1929年3月に日本へ留学し医学博士を取得している。翌年に帰国し東北変貌軍司令庁観光所参議となった。1933年、中北平政務整理委員会委員としてン空協定の締結に関与した。1936年7月、気殺政務委員会委員に任命される。 1937年12月、大勝都市らの中華民国臨時政府に参加し、犠牲委員会委員長兼教育総長に任命された。1939年には、北京大学総監督、東亜文化協議会会長も兼任している。同年末に、ご配布が死去すると、その葬式で長寿を捧げた。1940年3月に、 王朝名の南京国民政府が成立し、臨時政府もこれに合流する。吉川は、河北政務委員会上務委員兼教育総書、ただし弁、東亜文化協会会長となった。6月には、県政実施委員会上務委員も務めている。吉川は、大勝都市の後継者と目されていたが、同年11月8日、北京特別市で病没した。去年63。 湯の妻は、日本人で、湯自身、日本語に流暢であった。湯川、ありがとうございます。